自然の中にみんな帰ってくることができれば、うんうん、地球ってすごく元気になると思うんですよね。だからこそ今の子育ての世代の方たちには、うんうん、自然の中でこう学んでほしいなと、うんうんうん、良さを感じてほしいなと思ってますね。なんか水の大切さとか、はいはいはい、っていうのも分かるし、うんね、太陽の大切さとかも分かるし、ね、生き物の大切さであったりっていうのも感じられるから、うんうんうんね、感じるですよね、まずはね、うんうん、その知るっていうか感じる、うん、教えられるとか知識じゃなくて、はい、感じ取っていくっていうか、はい、はい、森のトライアソボンということで、やっちゃいましたけれども、どうでしたか、やってみて。まあ私もスケート選手だったので、はい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 、まあ、何かこうスポーツに絡めたいなということで、うん、食と運動と、はいはい、まあ、アカデミーの中でアートやったんですが、うんうんうん、いろんなことを体験するってすごく大事だなと思ってて、やはりもう食も運動もやっぱりスポーツ選手の時に食事すごい気をつけていたので、はいはいはい、食事すごい大事だなって分かっていて、うんうんうん、あと運動もやっぱりその健康のためには運動って欠かせないし、うんうん、であとは感性とか、はいはい、いろいろ引き出すためにはアートとか大事だなっていうのをもともと現役時代から感じていて、うんうんうん、子供たちにそういう大切なことを教えたいなと思っていたので、まあ、今回トライアソボンって言って、うんうん、まあまあ、3つ、うんうん、一緒にやったっていう感じですね。ね、それを森の中でってことですね。森の空間を生かして。そうなんですよね。なんかやっぱり違いますか、その森の中でやるっていうことで。いや、森の中だと全然違うと思います。子供たちのやりたいワクワク感がすごく引き出すことができるし、いろいろと発見がすごく多いなと思ってて、まあ、これが自然じゃなく、まあ、アスファルトであったり、うん、あの人工物が多いところだと、うん、なんか制限されてしまう、なんか危ないから こっちから先は行っちゃダメよとか、うんうん、なかなか動きづらいなと思うんですよ、うんうん、でも自然の中だと、まあ、空気も綺麗だし、うん、感じることがいっぱい多くなるので、テッシーはもともとアスリートとしてやってるから、はい、その食とか体を作るものとして食が気になったりとか、感性も気になったりとかっていうのは今おっしゃってたけど、自然っていうのがやっぱりこう大事だっていうふうに思います。なんかすごい思います、うん、なんかもともと私小さい頃から岐阜市で生まれて育ってたので、もう山がお友達だったんですよ、うん、山だとバランス感覚も養えるし、はい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 、あとこう危ない危なくないっていうことも自分で勉強できるし、うん、体力もつくので、それを昔からこう感じていて、なんか自然の中で育つのがすごく体にとっていいし、うんうんうん、あの元気でいるので、うん、子供たちとか、うん、まあ、今子育てをしている方たちに、うん、体にとっていいことだよということをもともと伝えたいなというふうに思っていて、うん、とにかくこう山を登るだけで体力つくなというふうに思っていましたし、もともとそれで結構持久力もついたと思うんですよ。じゃあそのスケート選手としての、そう、持久力も、持久力は山が作ってくれた、そう、山が結構作ってくれたなと思っていて、まあ、現役中もスケート選手だった時も、はい、山を、まあ、金華山を登ることも結構してたり、はいはい、まあ、違う山を自転車で駆け上がったり、うんうん、自転車で駆け上がる、そう、あの自転車でロードバイクで登ったりとか、なんかそんなこともしてたので、本当に森で強くなったと思ってるのよ私は。やっぱり森なんだ。森が強くしてくれてるので、そのオリンピック3回出れるアスリートなかなかいないけど、そういう私を作ったのは森っていう感じですか。森だと思います。山、ああ山、山、森、自然、山、森、自然、すごい本当に体力つくんですよ森を歩くだけでもでその予測不可能なものもいっぱいあるし、用意されたコースではないから、練習コースと全然違いますよね。一定の条件じゃないから、 それこそ集中しないと歩けない場所もあるじゃないですか、はいはいはい、足を踏み外すと危ないっていうところも集中してこう歩くことができるので、はいはいはい、そこで集中力が養うことができるし、うん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 、っていうことがまた自然の中で学べるので、変なトレーニングしなくていいんですよ。もう
自然の中に行けばもうそれがトレーニングなので、はい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 、ナチュラルボディバランス協会、はい、それってどういう、なんでその言葉を使ってそういう切り口で自然に健康的に皆さんをしていきたいなっていうのを思っていて、まあ、ナチュラルボディバランス協会みたいな、うんうん、ナチュラルボディ、うんうん、っていうことでつけたんですけど、うん、それはあれですか、その人間そのものがその自分を健康にできる能力を持ってて、ボディバランスというかな、そういう能力をこうどう引き出すかみたいなことを皆さんに広めたいみたいな、はいはい、運動も、まあ、食事も、はい、やっぱりその感性であったり、まあ、休養であったりっていう、うんうん、そういう全てのバランスがすごく大切になってくるなっていうふうに思ったので、うん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 、そういうバランスっていうのもすごく重要視してて、そうしないと人間的に人間力を高めることができないなって思っているんですよね。それをナチュラル、ナチュラルボディバランス協会では全てが体験できる、本物体験ができる、はいはいはい、自分の好きが見つかるっていうところを子供たちに体験させたいなと思っていて、本物体験、本物体験、本物じゃないと、うん、いろいろ吸収が遅くなるなっていうふうに思っていて、例えば、はい、一流のオリンピック選手に一つの動作を教えてもらいます、はい、その人たちが教える教え方と、うん、教科書を見て、はいはい、1の動き、2の動きっていうような動きを知りながら教えてくれる人とってなると、うん、教えられた人たちの上達が、うん、トップの人はすごい上達がボーンといきます、うんうん、でもちょっと機械的にこう習ったのを教えるみたいな方は、はい、ちょっと緩やかに上達がなってしまうんじゃないかなっていうふうに思っているので、やっぱり本物ってすごく大事だなと思ってて、うんうんうん、だから食事もそうだなと思うんですよね、うん、旬なものであったり、うんうん、まあ、そういったところ、まあ、調味料であったりっていうところもそうですけど、うんうんうん、本物をやっぱりいただくことによってすごく体が健康になりますし、うんうんうん、パフォーマンスも変わってくるので、本物を食べることで自分本来の力が発揮できるような、そうですね、っていうところなので、本当に本物っていうのをこだわりたくて、健康キーワードに22の資格を持ってるんですけど、うん、それもやっぱりいろんなこうバランスとか刺激をしないと本来の体のこう機能がそうですね、発揮されないからっていう、そうなんです、もともとその、まあ、スケート選手をしていて、うん、中学時代に日本一になったので、まあ、そこをどうキープしていくかっていうことを考えてて、はい、そうすると食事をやっぱり丁寧に食べないとパフォーマンスが落ちてしまうので、うん、そこをすごいシビアに食事をしていたり、うん、はいはいはい、やりすぎてしまうと怪我につながってしまうので、うんうん、休養もすごく大事だなっていうのを現役時代から思っていて、うんうんうん、練習だけじゃなくて、そう、練習だけじゃなくて、だから運動量も大事で、それがまあオリンピック3回出場することができてっていう長いことをこう一戦で頑張ることができたので、うんうんうん、幼少期の体験がすごく大事になってくると思っていて、はいはいはい、幼少期の体験で食べるもの、うん、食べる濃さであったり、うん、そういったものが舌で感じて自分の、うん、味覚が変わってくる、うんうんうん、で幼少期の運動体験、うん、いろんな体験が大人になってから、うん、いろんなことができるかできないかっていうのを、うんうん、まあ、分かっているとか、うん、まあ、感じているので、うんうん、今回は乳幼児から、はいはいはい、まあ、小学生の子たち、はいはい、その成長期の子たちにいろんな体験をしてもらいたいなと思っていて、はい、いや、それすごい僕らのフィールドというか分野でも大事にしてるって感じてることで、やっぱり、うんうんうん、僕らにとっては本物って結局自然なんですよね、うんうん、自然そのものは本物で、はい、その本物にいかに幼少期からこうリアルに触れることができるかってすごい大事にしてきたんですよね、うん、でそれがなんかお話聞いてて、結局その普段の暮らしであったり、まあ、スポーツっていうふうになると、うん、本当に体が資本、うん、その人の能力が資本ってなった時に、結局その人じゃないですか、うん、その人が最大限その人らしく発揮されるには、はい、食事であったり、うんうん、その睡眠であったりとか、はい、そういうのと同じようにやっぱり自然体験もやっぱりもともと人間ってこういう森の中から出てきてる生き物なので、うん、じゃあこの森とか自然をどれだけ吸収できるかってやっぱり幼少期だと思うんですよね。そうですね。その時に大人になってからやっても遅くはないけど、小さい時に体験するのすごく大事だなと思ってて、うん、まあ楽しそうでしたね今日ね。そうですね、うん、楽しそうですね。でポイントとしてやっぱり親子で体験するってすごく大事だなと思っていて、うん、はいはいはい、子供だけが体験をしても、うん、家
に帰った時に、はい、親がその体験を知らないと、うん、一緒になって親子で遊ぶときに遊べない。あ、なので、はい、親子で一緒の体験することによって、うんうんうん、一緒の気持ちで遊べるので、あれ楽しかったでもう一回やってみようかとか、一緒になってなんか挑戦してみようっていう風になるの で、 いいです、ね、親子でやるっていうのがまたポイントなんですよね、はい、今日のトライアスボンも、はい、まあ、森っていう空間の可能性って僕それ聞いてあるなと思ってて、はい、森だったらほら親でも楽しめるじゃないですか、うん、のんびりもできるし、はい、ね、各自のペースでもいられるし、両方が一緒にこうニュートラルになって入れる空間としてはすごく可能性があるなと思って僕は見ていて、今日すごいみんな生き生きしてましたよね、うん、運動しようって 2,3 時間するとやっぱ疲れちゃうと思うんですけど、うん、自然の中だと、うん、いろんな発見をしながら、まあ、うん、まあ、休みながらとか、うん、葉っぱを見ながらとかしてると、うんうんうん、全然疲れないなと思っていて、みんな清々しい感じでまだまだいけるよみたいな感じ で、 そうです、ね、ね、皆さん帰っていったなというふうに思っていて、うん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 、それがまたなんか自然の良さかなと思います、うん、なんかリフレッシュ より、はいはいはい、より元気になって帰っていく、元気になって帰ってくる前半のほら棒のね、はい、遊ぶやつも、うん、最初ほらテッシーがいろいろリードしてやってたけど、はい、でなんかあれもいろいろ可能性があるじゃないですか、可能性あります、みんなでいろんなものを遊びを作り出したりとか、はい、あれ100、200いろいろやり方あるんじゃないかなと思い始めて、絶対ありますよね、なんかそういうのもいいなと思ったんですね今日、そうですね、うん、やっぱりその決められたプログラムをやるのではなくて、うん、やっぱり子どもたちのやりたいを引き出したいので、うん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 、これ棒があったら何したいとか、あ、なんかくぐってる子もいたなみたいな、うんうん、じゃあ次くぐってみようとか、うんうんうん、なんかそんな感じでみんなのやりたいっていうようなことを、うん、まあ、こちらで変えていく、さらっと言いましたけど、要はでもそれって受け止める親ってか大人側がね、大人側臨機応変にその場をちゃんと取られて引き出したり応援したり、はい、っていうことをやっていくっていうのはすごく大事なんだろうなと思って見てて、うん、でも今日最後のアート終わった後の子供たちが崩す瞬間、あれが一番楽しそうだったのがまたさらに、ね、面白いなと思って、確かに、うん、あれは圧倒的に大人の遊びでしたよね、うん、それに付き合わすっていうのも僕はすごくありかなと思ってて、そうですね、でも多分子供たちあれの中でまたさらに今度は子供たちなりの何かが生まれてくるんだろうなっていうふうに思うし、うん、同じレベルに立って、うん、これをきっかけに自然の中で子どもと大人が一緒に何かを楽しむ、うん、遊び合う、ね、付き合わせ合うというか、うん、そういうのがこう無理なくお互いにできるのがすごく楽しかったなって僕は今日やってて思いました、うんうん、そうですね、うん、すごく子どもたちもすんなりこう次ちょっとアートしようかな、うん、次ちょっと沢入ろうかなみたいな、うんうん、スムーズに子供たちがやりたいっていう方向にこう、うん、なんか時間の流れは流れていったかなっていうふうに思うので、すごく良かったなと思います。じゃあ懲りずに第2回トラ森のトライアスボン、いいですね、やりましょう、やりますか、やりたいですね、やりましょう世界の森でやりたいですね、あ、いいですね、ね、遊び、アート、運動、これもう共通ですからね、そう、で子供たちの成長に必要なもんだし、絶対成長に必要です、ね、スポーツも、うん、あまりこう海外の人たちと触れ合うんですけれども、うん、言葉がいらないんですよね、言葉がいらないんですけど、うん、心はすごく通じ合う、あ、すごいすごい、で、うん、みんなで頑張ろうねって同じ目標を持てるっていうのがやっぱスポーツの良さなんですけれども、うんうん、まあ、それがこの自然の中でも同じことが言えるなと思っていて、自然を感じる、あ、綺麗だなとか、あ、すごくいい、あの鳥の鳴き声だなとかっていうのも、うんうん、みんな感じられるじゃないですか、うんうんうん、言葉いらないですよね、言葉いらないです、うんうん、年齢も関係なく、うんうんうん、あの人種も関係なく、うん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 、もう立場もいろんなバックグラウンドも関係なく、自然で楽しめるので、はい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 、ね、それぞれの人にフィットする何かあるし、ね、それぞれがこうなんだろう活躍できるようなステージがいっぱい用意されてるし、うん、で子どもたちにとってもやっぱりそういういろんな人たちと会う、いろんな立場の人と会う、混ざる、で、はい、そういう人たちと何か同じ体験をするって、うん、すごくいいことだと思うんですよね、そうなんですよ、うん、そこすごく学ぶところが多くなると思うので、うん、そういう場所ってあるようでやっぱりなかなかない、多分自然の中なのかもしれない、森の中かもしれない、ね、はい、やりましょう、うん、ぜひぜひまたやりましょう、はい、はい